と出かけてくるから。どこ行くの？俺も行くよ。いいの。もう夜遅いから送っていく。大丈夫だから家にいて。行ってらっしゃい。気をつけてね。どう、三沢ちゃん。私やっぱりいいです。何言ってるの。うちは普通のキャバクラよ。三沢ちゃん、ちょっと。どうしたの。お金必要なんでしょ。おかえり。早かったね。こんばんは。すいません。いやー、そうちゃん面白い。面白いよ、これ。みさおです。ご指名ありがとうございます。あよ。嘘。ちょっと何やってんの。ごめんなさい。すいません。失礼いたしました。はい、申し訳ございません。君はもういいから裏に行って。すいません。何もの作ります。すいません、私リーコの友達なんですけど。すいません、私会社の同僚で伊藤美香と言います。リーコいますか。あ、そうちゃん、また面白い。また面白い。面白すぎ。ちょっとごめんね。どうしたの。ううん、なんでもない。ねえ、フルーツもう一個頼んでいい。ないよ。わーい。すいません、はい、フルーツお願いします。はい、ちょっと俺トイレ行ってくるわ。はい。こっちの方が気楽だ。みさおちゃん、フルーツ一つ追加ね。はい。できる。はい。うん。あ、メロン少なめでいいや。あの、包丁錆びてるんですけど。そう？でも切れるよ。切れるとかいう問題じゃん。だって切れるんだもん。そんなの気にならないって。いつもうちのリーコがお世話になっています。うちのって失礼ですけど。俺リーコの彼氏です。リーコがどこ行ったか知らないんですか。はい、聞いても教えてくれなかったから。そっか、リーコあなたにも内緒にしてるんだ。内緒？なんかごめんなさい、余計なこと言っちゃって。それじゃあ失礼します。みさおちゃんお酒強いね。いいよ、私全然お酒弱いんですよ。おかわり。なあ、あいついつから働いてんの。ああ、今日から。なんかお金なくてやばいんだってさ。それより、あんして。ああいう子が好きなんだ。え？いや、違うって。あーあー。
すいません。あら、あんた、リコ来ていませんか。夕方来てたけど、どうかしたの。帰ってこないんです。こんな時間なのに。はい。あの子お金に困ってるって言ってたわね。お金？あんた彼氏でしょ、知らなかったの。はい、リコ大丈夫って言ってたから。はあ、女の子はね、大丈夫って言葉の裏にいろんな気持ち抱えてるのよ。いろんな気持ち。そう、ほらグズグズしてないで探し行きなさい。はい。ったくちょっと飲んだぐらいで潰れんなよ。40万。乗って、ちょっと、おい、ハブリーだ。リーコ大丈夫？リーコに何をした？は？酔いつぶれたから送ってやっただけだろうが。俺は浅本宗志、こいつの上司だよ。失礼しました。ああ、つかお前こそ誰だよ。俺はリーコの彼氏です。彼氏？お前が？はい、リーコの理想の彼氏です。理想？だったらもっと彼氏らしくしろよな。彼氏らしく？こいつ困ってるみたいだぞ。